B-380 は、ソビエト、ロシア海軍の通常動力型潜水艦で、単語型潜水艦の最終艦である。B-380 は単語型潜水艦の最終艦として、1981年10月15日に、ゴーリキーのクラスノエ・ソルモボ工場で寄港され、1982年8月に、浸水、1982年12月30日に、 収益した。収益にあたり、ゴーリキーのコムソモールを検証して、ゴールコフスキー・コムソモーリッツの感銘が与えられた。B-380 は国会艦隊に配備され、1984年に2回の紹介任務に就いたほか、1985年と1986年には、アイブイパナセンコ艦長の指揮で、海軍の来撃協議会で名誉賞を受賞した。 ソ連崩壊後、B-380 は、ウクライナ海軍に配分されたが、ウクライナ海軍は B-380 を、編入せずに放置した。また、ウクライナとの協定で、国会艦隊への心臓艦の配備は、ウクライナの同意が必要なことから、潜水艦不足に悩むロシア海軍国会艦隊が、収益済みの潜水艦を求めた。そのため、 B-380 は早々にロシア海軍に編入され国会艦隊に復帰した。1992年2月15日、ゴールコフスキー・コムソモリッツの艦名が廃された b 3 8 2改名。セバストポリで長期修理に入り b 3 8 2は最低限の乗組員だけが残った。2000年には B-380 の艦隊復帰とアドミラルティゾー戦所による近代化改修が決まり、ニジニノブゴロド市の援助でセバストポリの浮きドックスピード -16 で大規模修理に入った。新たな乗組員も補充され、乗組員の8割がニジニノブゴロド市内から採用された。2006年10月にはニジニノブゴロド教区からヒョードル・ウシャコフの遺婚が寄贈された。 B-380 は2008年に入ってもなお、修理中でアドミラル寄贈戦所による音響タイルの調布工事が行われていた。乗組員は国会艦隊で唯一稼働状態だった、キロ型潜水艦アルローサで訓練を受けており、弊社が改築されたほか、電化製品や電話が寄贈された。B-380 はニ、ジニノブゴロドに要塞を築いた、 ユーリー2世にちなみ、スワートイクニャージ・ゲオルギーと再命名され、年内には修理が完了する予定だった。しかし、ロシア金融危機に伴い修理は無期限で中断した。2010年4月1日、国会艦隊が費用対効果の面から、同じく修理を中断していたキーロフ級、ミサイル巡洋艦、アドミラル・ウシャコフと B-380 を除籍する予定だと報じられた。 しかし2012年には、ラーダ型潜水艦、サンクトペテルブルク戦力化までのつなぎと訓練用に、ロシア国防省が修理費を捻出して2013年の艦隊復帰を目指し修理を終えることが明らかになった。艦隊を輪切りにして蓄電池を交換する大規模なものだったが、2016年4月19日に、ロシア国防省は B-380 を含む8隻の 艦艇を解体する入札を行った。B-380 は修理中断後もスピード -16 に入居したまま経由されていたが、2019年12月14日にスピード -16 後と沈没し、12月16日に解体のため不要した。ありがとうございます。